両政国一覧北海道石狩国石狩国の範囲石狩国は大法律領の国軍佐渡政を踏襲し、母親戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。別称は赤州。古期八道の内北海道に含まれた。同王の広大な領域を半途とし、現在の石狩振興局管内の内千歳市、江庭市を除いた部分、 シリベシ総合振興局管内の内尾樽支線箱4.5丁目、総統区域、空地総合振興局管内の全域、上川総合振興局管内の塩刈峠南の内しむカップ村を除いた部分と滅か内町に相当する。通常、北海道の両政国は州と略されることは少ないが、関北峠や関北本線、関小線を除き、峠、 鉄道鮮名などの名称に略称として用いられる。場合には、石狩国は先に成立した岩見国との重複を回避するため、塩狩峠や狩勝峠のように狩りと略されることが多い。ここでは、石狩国成立までについても記述する。日本初期には、最明天皇6年3月に安倍平夫が遠征した際、大河口の加工で江戸と宿信の交戦を知ったとあり。 この大河が石狩川にあたるとの説がある。江戸政党が坂に行われていた飛鳥時代から平安時代初期にかけて札幌郡域内では末期などの副葬品が発見された江別古墳群が築かれた。現在確認されているものの中では国内最北の古墳でその構造もイブリコクチトセのシゲル古墳群や北東北の末期古墳と同様の群衆墳であり、 ヒラフが、マンころ、ロ、軍領を置いた、尻部シギ市ギ市は、札幌郡域周辺との説がある。2011年4月には、北海道大学校内でも、同様の古墳が発見された。また、この時期エゾの間では、薩文文化も盛んであったと言われている。鎌倉時代以降になると、北海道の日本海側やカラフトには、カラコと呼ばれるエゾがおり、カラコは、エゾザタ色。 江戸官僚が統括していた。時代が下り江戸時代頃になると、正木藩によって開かれた石狩十三場所、厚田場所、浜松家場所など、正木藩家臣が、江ゾの人々と交易を行う、地行地では、交易の拠点として各地に、運ん屋なども作られた。また運ん屋は、藩の出先機関の機能も兼ね備え、武位区制作などを行い、この時大人、小遣い、 土産取りなど役へぞの任命と、起手書の伝達、淵米の支給なども行われた。アイヌの人々は、百姓身分に位置づけられていた。制度的なものの詳細は、商い地行政及び、場所受けを異性を、巨場の状況については、北海道における二診領主を参照されたい。場所と後の軍の総体は、下記の通り。江戸時代初期の元年、石狩国域を含む、 商法奥に絵図が作成され、上京5年、水戸藩主、徳川光国が石狩に海風丸を派遣し、狩川流域を調査している。元禄13年には、正木藩は、江戸地の地名を記した、正木統合町を作成し、幕府に提出。また、正徳5年になると、正木藩主は幕府に対し、十州島、東府都市、出父下諸島、観察川、は、 正木キ半寮と報告した。江戸時代中期、田沼沖次知世の天命6年2月、佐藤玄六郎は幕府に提出した江戸地調査の報告書で、江戸地は穀物栽培を禁じており、上川郡域でアイヌが米作したところ、和人は揉み、死を没収し償いさせた、と書いている。山中で冷えや泡を栽培している者も,もいたという。 完成4年石狩場所でも幕府によるス救い交易が行われた。これは、江戸に有利な交易で、老人、子供に支給米を、貧者に手当てを与えたという。江戸時代から明治時代初頭にかけての交通について、陸上交通は石狩湾岸を通る都東国から手塩国マシケ軍への道の途上となっており、石狩軍では、 安政年間にはすでに場所受けを委任によって、石狩川を渡る石狩都州が運営され、厚田郡のコキビル山道、浜松郡の送り出山道、浜松郡から、弟子国増シ郡に至る増シ山道なども、開削されている。また、安政年間には、尻ベシ国小樽郡のの葉闘から、札幌郡を経て、胆ブ国地都政郡に至る札幌越新道も、 箱館武行の命を受けた、小樽場所請負い人、恵比寿屋、半兵衛、石狩場所請負い人、安部屋、白次郎、雄仏場所請負い人、山田文衛門らによって改作され、この時、志村哲一と吉田茂八が豊平川の渡し森となる。千箱から、現在の札幌市内までは、国道5号、札幌市内から千歳までは、札幌本堂、 国道36号の前身である。このほか文化年間に、手塩国のルモイから、ニセバルマ、絵体物を経て石狩川流域の白リカに至る、約25里の流越も、山田文衛門によって改作されている。また、石狩国内の河川には、半世時代から廃止地検までの間8カ所の、都船場数があり、石狩都州をはじめとする渡し船なども、運航されていた。 海上交通は、厚田などに北前船が寄港していた。江戸時代後期になると、石狩国域は、西江戸地に属した。文化4年国防上の理由から、西江戸地も、抗議五領都市、以降全江戸地のアイヌの集門人別改め帳が、作成されるようになる。バクリ、マミヤ林蔵は、今日は三年延岸部の測量を行い、文化8年には、上川軍域を調査。 文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、浜増家には、庄内藩が陣屋を築き石狩国域の警護を行った。また、徳平場所付近には、函館奉行によって石狩役所が置かれ、その範囲は、上川郡域付近まで及んだ。松浦武四郎は、高下三年石狩、安政三年石狩郡札幌郡 かばと軍、うりゅ軍、安政四年石狩、札幌、カバト軍、うりゅ軍、上川軍、空地軍、安政四年石狩軍、札幌軍、カバト軍、うりゅ軍、上川軍、空地軍、浜松軍、厚田軍、夕張軍、安政五年石狩軍、札幌軍、カバト軍、上川軍、空地軍に立ち寄っている。 公義御領のままであったが、浜増し家のみ、省内藩領となっている。この頃、上川郡域では、松田一太郎や松浦武四郎らによって、総文京温泉が発見され、空地郡域の石狩り丹田と厚田郡域、き、野村井周辺の油田が、石狩役所の荒井金助によって発見されている。また、慶応二年の札幌郡域では、微仙城山によって、城在系温泉に、 当寺場が開かれたり、札幌元村が開かれる際、大友亀太郎によって、大友堀が開作されている。慶応四年四月十二日、石狩国域は、函館奉行から函館裁判所に引き継がれた。寺院は、石狩郡の農領寺をはじめとする四寺、札幌郡では、本願寺札幌別院の前身の西本願寺札幌、出張所や札幌元村の本竜寺、 厚田郡の厚隆寺、浜松郡の大神寺などが江戸時代に建立された。また慶応年間には札幌元村の本隆寺境内に妙見堂が建立されている。神社は元禄七年創建の石狩弁天社、天保年間には存在していた浜松神社、海江元年創立の厚田神社、安政年間創立の石狩八幡神社、篠路神社、八っ神,神社などがある。 また、旭川の鎮守、上川神社の旧社格は、剣社で現在は、別表神社に、下列されている。北海道神宮と岩見沢神社が一宮と、称される。両政国としての一宮ではないが、全国一宮会では、北海道神宮を、江戸国新一宮に認定している。石狩国は、以下の旧軍で構成された。上気のほか、分量寺表部少量や、 自社用、仙台半資料などもあった。明治5年の調査では人口6003人を数えた。ありがとうございます。